むちゃダイソールは挑戦2日目です。今回は夜釣りで頑張っていきたいなと思います。ちなみに今回使うルアーはこちら。前回は昼間に青いルアーを使ったので、今回は気分を変えてオレンジにしてみました。果たしてルアーの色は関係しているのでしょうか。まあ、場所も時間帯も違うんでね、比較対象にはならないかなとは思うんですけど、ただ初心者はいつ釣っても一緒な気がします今のところ腕っていうよりはなんか魚がいるかどうかって感じな気もするんですけども、いやそんなことない、そんなことないぞ私私の実力で釣れてるぞっていうね。はい、まあ、とりあえず今回はしゃくったりするというよりは巻いては止めてって感じでやっております。この場所はこの時間夜ですね。夜だとシーバスとかカマス、あとはアジ、メバル、カサゴが釣れるかなって感じです。まあちょっと場所ちょびっと違うんですけど、一回カマスがねたまたま釣れたことがありましたが、料理ちょっと失敗しちゃったんですよね。その時もったいない。それでもめちゃくちゃ美味しかったんで、ぜひまたルアーで、今度こそルアーでカマスを釣っていきたいなと思ってるんですけども、今回はどうでしょうかね今これ頭の中でカマスカマスって思いながらリールを巻いてますまだちゃんと感覚がつかめてるわけではないんですけども、一応カマスとかなんか中層ら辺にいるかなと思って、中層っていうんですかね、一応その辺を泳がせてるつもりです。最初はとりあえず中層とか上の方を攻めて、後から反応がなかったらそこを狙っていこうかなって思ってます。一つずつしかねちょっと買ってきてないんで、そこでロストしちゃうと動画にならなくなっちゃうんで、ちょっとその辺は考えながらやっております。エンディングが流れてきましたが、今回の動画で実はいつもと違うところがありましたどこかわかりますか？いつも見てくださってる方だったらもしかしたらあれって思ったかもしれませんけども、実は今回の動画一つも早送りがないんですよ。これどういうことかわかります？そう、この動画の尺で釣れちゃってるってことです。イエーイ、すごいいやすごくないですか？何投目かで釣れちゃってるってことですよこれが実力っていうね。はい、すいませんということで、今から私がルアーで釣るところをお見せしましょう。どうぞ。見える？やったー！いいサイズゲット！やったやったやった！